こんにちは。北海道のドレスサイト食べれ北海道バイヤーのみまです。夏といえばあの食べ物食べたくなりますよね。そう、隣のトトロでも出てきたトウモコロシ、間違えました、トウモロコシですね。トウモロコシはジューシーで甘くて食べ方もいろいろあるので、夏には一度は食べたいものですよね。北海道ではトウキビという言い方をします。全国的にはトウモロコシというふうに一般的に言うんですけども、北海道や全国でも一部の地域ではトウキビという言い方をします。今回は北海道フードマイスターであり野菜ソムリエでもある私三輪が、皆様の知らないトウモロコシというテーマでトウモロコシに関する知識をクイズを出しながらご紹介していきたいなと思います。この動画ではトウモロコシに関する知識、トウモロコシの栄養、トウモロコシを選ぶコツ、おすすめの食べ方などが分かりますので、ぜひ最後までご視聴ください。では早速いってみましょう。次のうちトウモロコシの生産量が一番多いのはどこでしょう。1、北海道。2、千葉県。3、茨城県。4、群馬県。この問題は簡単すぎますね。トウモロコシ好きなら誰でも答えれる問題です。そうです、答えは1番の北海道です。収穫量はなんと北海道で8万800トン、2位の千葉県で17100トンなんです。どんだけ取れんだよっていう感じですよね。全国のシェアもいつもなんと 40% 以上は北海道で生産されているんです。北海道のトウモロコシは生産量だけではなくて品質も高いとされています。北海道は夜の気温が10度台、日中の気温は30度前後にもなり、寒暖差が非常に大きいです。その寒暖の差が糖度を高める、これが美味しい甘いトウキビのできる理由なんです。トウモロコシの平均糖度はどれくらいでしょうか。1、10から12度。2、13から15度。3、16から18度。4、20度前後。この問題は気になっている方も多いと思います。いろいろな品種があって、一概に正解というのはないんですが、平均糖度っていうのはあります。さあ、どれでしょうか。正解は CM の後で。一度これやってみたかったんですよね。では、気を取り直して、正解は3番の16から18度でした。トウキビは品種によってまた鮮度によっても少し変わってはきますが、一般的に16度から18度ぐらいはあるとされています。トウモロコシの糖度は収穫時が一番高く徐々に下がっていきます。ですので鮮度がいいうちに食べることに越したことはありません。またメロンでも糖度は14度から16度ぐらいとされていますので、トウモロコシが甘いということがわかると思います。トウモロコシに含まれる栄養で豊富なのは次のうちどれでしょう。1、糖質。2、ビタミン。3、タンパク質。4、食物繊維。健康志向の方や普段から食事に気をつけている方はもう分かっていると思いますが、答えはあれですよ。他の動画にもよく出てくる言葉です。正解は4番の食物繊維でした。食物繊維が豊富なので成長効果も十分に期待できます。また糖質も多く含まれているので糖分補給や疲労回復の効果もあるとされています。美味しいトウモロコシを選ぶコツは何でしょうか。1、皮の色が濃い緑色のものが良い。2、実がふっくらとして艶のあるもの。3、実が先まで詰まっていて熟しているもの。これはぜひ皆さんも知っておいてください。スーパーで選ぶときにすごく役に立ちます。正解は全部です。クイズになってなくてすいません。ということでこの1番、2番、3番をしっかりと覚えておいていただいて、トウモロコシを選ぶ時の基準にしてください。買ってきた後やお取り寄せして届いた後、どんなにいい状態のトウモロコシが届いても温度管理が重要です。トウキビはしっかりと冷やして保管してください。糖度を維持するためには温度が非常に重要です。ですので届いたトウキビは立てて冷蔵庫の野菜室に保存してください。それが美味しくトウモロコシを食べるポイントです。トウモロコシを買った時にすぐに実践できる簡単で美味しい食べ方もチャンネルの中で紹介していて、ぜひそちらも参考にしてもらい、美味しいトウキビを食べてもらえればと思います。概要欄に動画のリンクを貼っておきますのでチェックしてください。ということで今回はトウモロコシに関する知識を問題形式で紹介させてもらいました。トウモロコシの生産量1位が北海道だったり、トウモロコシに含まれる栄養素で一番豊富なのが食物繊維ということも分かりましたね。
それにトウモロコシを選ぶ時のコツ、おすすめの食べ方も紹介したので、ぜひ皆さんお試しください。もしもうちょっと見てみたいと思ったら、チャンネル登録、高評価していただけたら嬉しいです。それでは今回はここまで。ありがとうございました。